すぎゅーっとマリでーす。はい、今回はですね、こんな感じで半顔メイクをしてみました。こっちがあの男の子受けメイクで、こっちが女の子受けメイクです。いくつかポイントも言ってるので、そちらも注目して見てみてください。それでは動画スタートします。こちら、ゴー。早速あのやっていくんですけど、すいませんね、顔が死んでおりまして、ごめんなさい。ファンデとかも全部ね、あの割らせたばっかなので、まずねカラコンから紹介させていただきます。こっちはですね、いつものフルーリーの気まぐれ猫でございます。でこっちがね、チューズミーのチョコブラウンでございます。これはね、あのバレないカラコンの動画でも紹介したやつなんですけど、あ、見てない方は見てください。今日はですね、半顔メイクなので、こっちが女の子受けで、こっちが男の子受けのメイクをしていこうと思います、これから。まあ、まずは女の子受けのメイクをしていこうかなって思います。こっちですね。もう、まあ、女の子受けっていうか、まあ、自分受けまあ、女の子受けではあると思う。なんか、濃いんで。女の子受けメイクはこちらを使います。クリアのプロアイパレット13番のピクニックバイザサンセットでございます。今回は、ここの色を使います。まず最初にこの紫っぽい色、結構紫って感じすると思う、結構紫っていうか、なんか私が派手髪とかしてる時は常にこれ使ってましたね。広めに使っちゃいます。私広めにバーッと、ここだけしか塗らないとかあると思うんだけど、私はもうここまで全体的に全部塗っちゃいます。こんな感じで塗れたらですね、マスカラに行きます。あ、いいえな、もうワンカラーしか塗ってません。私はそんな濃くしてもあれなので、これはデジャビューのウルトラロングでございます。私はもうすでにパリジェンヌ、あのマツパをしてるので、このマスカラだけで最近は終わらしちゃってます。こっちはね、女の子系の方はね、もうどちらかというと私受けなんで、もういつも同じメイクって感じですかね。女の子は、あの、盛れば盛るほど可愛くなるっていうじゃないですか、やっぱり。まつげはバサバサなのが特徴だし。なんかさ、女の子って、足しちゃったものはマイナスにできない子多いやん、絶対。まあ、薄めに頑張ろうって思えば、まあ頑張れるだろうけど。でもやっぱり自分的には納得いかないよね。濃い方が納得いくよね。こんな感じですかね。できました。そしたら、もうアイライナーに行くんですけど、アイライナーはちょっと釣り目気味の方にやろうと思います。ちょっと下ろしてあげる感じ。前好きやった男の子に、こういうメイクだからさ、私って。なんかメイク濃くね？なんかアイライナー長くねみたいな、絶対薄くした方がいいよとか、なんだろうね、まあ、別にアドバイスとして言ってくれるのは嬉しいんだけど、なんかいい気はしないよねって思って、ちょっと嫌な気分になりましたね。そしたらですね、次はこのここの一番暗い色で、こういう細い筆で、こういうね、こういう細い筆で取ってあげて、地雷ラインを描きます。私が好きになる男の子としては、そんなマリちゃんもいいと思うみたいな言ってくれる男の子が一番いいなって思うんですよ、私。あんたのためにね、メイクしてるってか、自分のためにメイクしてるし、なんかね、そのままの自分を好きでいてくれないなら、ちょっとこっちから願い下げなんですいませんって感じなんで、私からしたら。まあ、でもね、アドバイスはね、まあ、全然あの嬉しいので、やっぱりあの、まあ、私のためを思ってくれて言ったのかわからないんですけど、まあいっかなみたいな。はい、でこんな感じで、結構ね、垂れ目というか、大きい目にしたくて、こう、丸く描きました。うん。こうすると目が大きくなるんですよね。次はですね、ラインを引きます。これはダブルライナーですね。これはケイトのダブルラインエキスパートでございます。これで涙袋を描きます。涙袋の笑った部分のちょっと下ら辺から、こうやって描きます。で結構ね、最後ら辺までやっちゃう。はい、こんな感じで描きました。ここまで描いちゃう。うん、ここ
まで書いてあげるとこんな感じです。こっちとこっちだと結構変わると思います。そしたらここをまた取ってあげて、ここの下の方にねこう色を入れてあげます。目がもっとでかくなります、色が入ってね。そしたら最後にこのラメ、こっちの白いラメを取って指で取ってあげて、上からポンポンって乗せます。そうするとね、目にツヤがあって可愛くなるんじゃないかなって思います。ほら、どうですか。そしたらね、次も二重を描きます。こう下に下ろしていって、こんな感じです。うん、目が大きくなった。そしたら涙袋をちょっとぷっくりさせたいので、このコンシーラーでこっちの涙袋にちょっとちょこんとつけてあげます。こうやって、オッケー、こんな感じです。ちょっとどちらかというとギャルみたいな感じなんですけど、そしたらね眉毛も描くんですけど、髪の色も合わせてなんで、こっちのこの色を、ここの色をね、ここでこうやって描いてあげます。ちょっと平行になるように。そしたら次はチークでございます。こちらです、セザンヌの多分14番のやつ、チークですね。この筆で、こういう筆でここの頬骨の方に乗せてあげます。女子受けメイクは完成かな、こっちの方は。次にリップに入ります。こちらです。これは新しく出たやつですかね、最近。ロム&のビューティフルウォーターティント14番でございます。これをここにのせます。これは全体的にのせるんですね。こんな感じで塗れたらですね、次はこっちのこのロム&のディープソールですね、内側に塗ります。うん、こんな感じで塗れたらこれも塗っちゃいます。ロム&のこの17番ですかね、17番のリップを内側にのせてあげて、結構かわいいね。こんな感じですかね。あ、待って、しくった。使うリップ間違えちゃったかも。このリップ使いたかったの、このリップ、 Into You のやつ、07番の色を使いたかったんだけど、まあこれでもかわいい。まあでもちょっとこれをちょっと塗りたいんで塗ります、内側に。これ入れてあげるとね、結構濃くなるんだよね。でこうやって塗るじゃないですか、塗ってあげたらこの小指とかでもいいんで、こうやってぼかしてあげる。こんな感じです。女の子受けのメイクになりました。そしたら次は男の子受けのメイクに行きます。こっち側ですね。眉毛描かせていただきますんですけども、眉毛はちょっと紫なので、あんまり濃く描きすぎず、薄くねナチュラルに描きます。垂れさせる感じで、困り眉みたいな。はい、垂れさせてちょっと優しい印象、長めの細いね感じで描きました。次はこっちのお目目はこれでいきます。ダダン。ここの色とここの色を混ぜます。そしたらのせます。混ぜてのせるんですけど、これもねそんな濃くかけなんかのせずに、こっちはアイホール全体のせてたんだけど、アイホール全体ではなくてここだけにのせる。なんかもうね、ほんとこっちは薄めでいい。でもここポイントなのが、この色の子をここにちょっとポッと乗せてあげる。はい、こんな感じです。目尻にこう描いたら、次はあのマスカラに行きます。さっきのマスカラと変わりませんね。これはですね、ちょっとナチュラルめにしたいので、まつげにまあ少々乗ってるよなみたいな感じで大丈夫。はい、こんな感じで、もう何度塗りもしません。まあ、ちょくちょんちょんだけ。で、そしたらまたピンでやるんですけど、薄めにやりました。どうですか？うん。
そしたら次はアイライナーに貼ります。アイライナーはもう薄く描きます。薄くっていうか短く描きます。短いとか言ってちょっと長くなっちゃった。まあまあ多少はまあいっか。こっちよりかは少し長めになっちゃったけど、まあ大丈夫、私の目だから。こっちは結構垂れ目なでかい感じの涙袋、涙袋じゃないわ、あの地雷ラインを描いたんですけど、こっちはねこの色ちょっとブラウンなんですけど、さっきの紫のパレットよりかは薄めのやつを使ってますね。薄めのブラウンなんですけど、ちょっと引きます。このブラウンはですねちょっとピンク味もかかってるので、わかりますか、こっちとの差が薄いんですけど、かなり。そしたらですね、あのピンクのこの色をここにものせます。この粘膜っていうの、これ何なんていうの、これピンクを強めたいので、こことここにのせました。さっきうさぎさんの感じでやったら、待って、みんな思い出した。ちょっと待って、何かが足りないって思ったの。下まつげやってない。ちょ待って、びっくり。本当にごめんなさい。ちょっとこっちやってもいいですか。本当にごめん。待って、本当にごめん。はい。下まつげできました。そしたらまあ続きやりますね。すいません。で、まあダブルライナーで描くんですけど、これもね、ぷくって出た時に涙袋でここの部分。これは別になんか下、ぷくって出た部分の下で描くといいってさっき言ったんですけど、これはちょっとナチュラルめに描きたいので、ここは最後まで描いたんですけど、女の子受けの方は、ここの方まで。あの、黒目の下だけ描きます。はい、こんな感じです。下だけ描いてあげたら、こう、ぼかす。やったらこんな感じです。これもまた下まつげを描くんですけど、これはね薄めで大丈夫です。薄めに塗りましょう。あの何度塗りとかしなくていいです。そんな、はい、そうするとこんな感じでまつげできました。チークをやっていこうと思います。こちらのチークを使います。キャンメイクパウダーチーク PW23 番でございますね。白みがかったピンクが特徴なんですけど、ふんわりさせたうさぎさんみたいなね顔にしていこうと思います。さっきはここら辺に乗せたんですけど、ちょっとここにポッと乗せます。私は丸くここら辺に、頬には乗せてるんですけど、こんな感じで顔が赤くなっちゃったみたいな感じで大丈夫です。うん、わかりますか。したらね、鼻にもつけます。そしたら次はリップだ。リップが最後です。そしたらね、さっきのあのこっちでも塗ったんですけど、ロム&のやつですね。またこれねベージュなんですよ色が。でなんかすごく薄いからなんかいいなって思って使ってるんですけど、ピンクっぽくてなんかね、本当男の子が好きな色って感じ。そうすると。いい感じに、これだけでも全然可愛いんですけど、マキシマイザーをちょっとねやっぱりつけ、ここだけ、こことここに付け足してあげるとちょっと違った感じでツヤ感を足して男の子ってメイクが完成しました。 OK、 こんな感じ。特徴的には女の子受けメイクはもう本当に女の子友達と遊ぶ時とかにすごくいいなって思うんですよ。なんか目がでかくてプリも盛れるし、写真一緒にやっぱり撮る子が多いと思うので、そういう子にはもうめっちゃいいと思います。爆盛りする。でまつげもね存在感あって、本当なんて言うんだろうな、女の子が好きそうなメイクだなって思います。ちょっと眉毛は気にしないでいただいて、頬骨にのせたのもなんか強い女の子を演じた感じにしております。でリップも濃いめの赤とか、赤っていうかまあ紫って感じですね。こっちはやっぱりあのなんて言うんだろうな、
うさぎさん感が強い男の子に守ってもらいたい顔みたいな感じですかね。やっぱこのカラコンといい、このまつげの自然な感じがまた可愛く、女の子らしさというか女の子らしさも捨ててないなっていう感じの。リップもね、あのベージュっぽくしたんですけど、ベージュっぽくしたのはやっぱり男の子はその赤とかいうよりかはちょっと薄めのこっちの肌色とかに、自然な色とかの方がまあ可愛らしいって思うんじゃないでしょうか。何個かねポイントは言ってきたんですけど、どっちの方が好みでしょうか皆さん。まあこっちの方が好きって言ってくれる方もいれば、こっちも好きだよって言ってくれる方もいると思うんですけど、なんとうちも私です。はい、髪もセットしてきました。こんな感じになります。やっぱりこの服とかだったらこっちの方が似合うのかな、こっちとまた違うよね。参考になりましたでしょうか皆さん。さっきね、いくつかあのポイントとかも言ったので、よかったら参考にしてみてください。この動画がいいと思いましたら、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もありますので、概要欄に載せておきます。それではみんな